11月12日ストーブリーグセリーグファン集合。朗報、中日ドラゴンズ、阪神の支給査定を導入へ。中日立浪和義監督54が11日、岡田阪神流の特別査定を導入する可能性を示唆した。9日に契約更改した大野優が訴えた球団改革案を受け、球団に話したいと思いますと、得点圏で貢献した選手の査定アップを願い出る考えを示した。さらにみんなで変わっていこうと大野が発信した。当然みんな変わっていかないとと左腕に同調した立浪監督。10月3日の今季最終戦対巨人で我々も変わると選手に宣言し、秋季キャンプで積極的に若手とコミュニケーションを図っている場面も多く見受けられる。2年連続最下位からの脱却へ、日本一球団に習って人参をぶら下げる。見逃し三振が増えるだけの未来が見える。4玉小引きが増えたら時間伸びてまうやん。支給査定って打てない打者に導入してもストライクどんどん投げられるだけなんよな。大野が1年投げてれば最下位はなかった可能性高いのにな。大野も2年連続最下位の原因の一人やぞ。そもそも支給査定が有効なのは、大島か岡林ぐらいなんよね。これは2ストライク後の打率や、スイングコンタクト率見りゃわかるけど、2ストライクをどれだけ三振せず粘れるかってのが中日は根本的に弱い。ほんま岡田のこと好きやなタッツ。見逃し三振をある程度許容しないと意味ないよ。阪神を真似るなら支給だけやなく最低限もセットやぞ。阪神ってほんま最低限がうめえのよ。いつの間にか点取りおる。リュークのカット打法が生きる時だったか。テラスも導入しろよ。得点圏の成績をポイント増するつもりなんやろ。際どいところで勝負しなきゃいけない打者が足りない。大島や岡林が支給取るのはええけど中軸打つやつまで乱すとまた点入らないぞ。ビシエドはガン無視して細川は美濃さん食えそう。阪神は塚本とか大山とか佐藤とかもともとストレートに強い打者が揃ってるから変化球を見逃す支給狙いがハマったんだろ。中日の打者なら普通にストライクゾーンで勝負するからあんま意味ないんじゃないの。タッツって美濃さん大嫌いなんやろ。今年の阪神は美濃さんクソ多かったぞ。支給小引きの副作用考えないと。中日ファン集合。立浪は少ない戦力の中で若手を育てようと殺害予告を受けながらも必死に頑張ってたよな。ようやっとる。キャリエル大野に抜けられたらそら勝てんわ。一塁の補強さえちゃんとできれば再開はないだろう。根尾投手転向は大英断だろ。当時のコーチも思ってたのに誰も実現できなかった。その根尾投手は難勝したん。来年ローテ入りよ。根尾投手転向時前あたりから投手不足が露呈したってたのでシーズン中にドロナは山川獲得でみんなを黙らせるのが楽しみ。カレンダー同士から高橋周平が消えたな。立浪日誌で思考能力停止してるやつ多すぎやな。球場にお客さんも入っとるし、来季も再開でも立浪監督は続投だろうね。立浪が若手育てようとしてないおいうやつは大抵狂ってるわ。若手育成を言い訳にするなとにかく勝てよバカチンが。24個の打つ野手が久々に育ったのに立浪が育ててないとか他のチームから出来合い品を取ってきたとかそういうのじゃないんだよ。しかし2軍の成績ひどすぎ。うちだけ草野球チームかよ。去年、野田のフリーでアキーノが大野の高めの半速球をホームランにしてニュースになったが、今度来る外国人には、最初からアウトローに逃げる変化球だけを投げてほしい。立浪は若手を育ててる？岡林、石川、広斗は誰が監督でも使ってるわ。与田は使ってなかった。落合なら絶対使わない。叩きたいという目的が先にあるやつに何言っても無駄だろ。立浪はカリステ育てた。カリステは20本打てる。カリステは5本だったな。カリステの約2倍の打点数のビシエドが6本だ。カリステはシーズン通したら20本打っても不思議じゃなかったな。岡林ファンは宮崎へ大移動。ネオファンは名古屋球場に集結。コメなんかどうでもいいわ。チームが勝てばそれでいい。練習しまくれ。練習強度は上がってる気がすんだよな。誰か育ってくれないかな。このチームの最大の闇は差別とも言える異常な地元優遇だろ。使えない地元選手を無駄に買い続けて循環が滞ってたんだから。過剰競争気味の二遊間がどうなるのかな。誰かレグラー掴むかな。大野は来年ダメなら首でもおかしくないだろ。36だぞ。枠井なんかチームに馴染んでても中日で引退までやるんじゃないか。新人か試合で始めばかりでレグラーほとんどいないんだから打率が低いのは当たり前。試合出るのが当たり前になってくる。シーズン戦う体力を覚えて1日3から4打席をマネジメントする。これでようやく打率を上げる準備が整う。一番変わる必要あるのは親会社だろ。意識かそのものが。ヤクルト大卒ドライチに仕立て、同学年の奥川に刺激を受けている。今週のドラフト会議で指名した5人が11日松山市の坊ちゃんスタジアムで行われている秋季キャンプを見学した。社会人野球の日本選手権に出場中のドラフト2松本健吾投手、トヨタ自動車と育成1位高橋正人投手、台湾大岡高商工を除く選手が参加。即戦力1として期待されるドラフト1位西舘幸太投手、仙台は四国アイランドリーグプラス愛媛との練習試合で好投した同年代の奥川にフォークで空振りを取れていた。奥川投手でもプロの世界で新しい武器を見つけていると刺激を受けていた。18番欲しいらしい。18番欲しいとか言うんだったら皮肉じゃね。こっちの西舘ってそこまでの選手なんか。地雷要素かなりあるヤクルト向きのドライチェア。こっちの西舘はドラムくらいが妥当だからな。どっちがじゃない方か問題解決したん。奥川のこと知ってるのに背番号18要求してたんか。あ、もう大卒同級生入ってくるのか。ネオ世代が去年の大卒ルーキーやからな。1個下やからそう。西舘ってなんか田口みたいなキャラになりそう。奥川くらいでビビってたら佐々木とか宮城とか見たらちびっちゃうんやないけ。同期は佐々木宮城の中にビビりそう。ヤクルトファン集合。とりあえず奥川は怪我せず春のキャンプ迎えてくれ。 DJ 成功して今バリバリ投げてる球の速い1投手がヤクルトには全然いない。そりゃ不安になるよな。このピッチングを20年ほど続けてほしい。奥川、山下、吉村、山野、金久保、西舘、来年の1軍ローテーションはこれで。奥川はどうしたってスターなんだよな。やっぱ独立相手とはいえ3回22球で抑えたのはなかなか良いのでは。今年戸田で投げてた時よりは良くなってそうだな。長岡も屋外でリハビリ始めてるのか。来年には余裕で間に合いそうだな。何を言われようとも少なくとも来年はチームの不振握るレベルで大事だと思うわ。本当同胞だ。本当に
後遺症残さないよう調整頑張れ。長岡は打撃は期待できないけど守備は一級品だし打撃もフェニックスリーグレベルだと無双することが分かったからな。いないとマジで終わる。盗塁改革するって言ってたし西川取るのはそのためかもな。長岡なんかより沢井が心配やわいのロマンなのに。西川取るとかアホなこと言ってる時点で沢井は再起不能レベルだとわかる。沢井はファン間に現れるかどうか。そこにもいなかったらあとは契約更改くらい。長岡右足とはいえ守備には影響するだろうからまだまだ心配だ。エスコバーの右足が動かなくなってしまう可能性あるだけにまだまだ安心はできないな。沢井もこれを機会にホームランだけじゃなく守備にも目を向けてくれるといいが守備はしょうがなくやってるやっつけ仕事感出てる。西舘はまだまだ伸びる。大化けしたらすごい投手になる可能性秘めてる。巨人の西舘は逆に完成されて伸びしろ感じない。西舘は頑丈そうなのでもはやそれだけでも評価できる。怪我で投げられなかったらいないのと同じだし。西舘身長188、故障歴なし、スタミナがかなりある。まだ未完成の投手伸びしろまだこれから。すごく魅力あるピッチャーには間違いない。ヤクルトが投手育成できないのは紛れもない事実だが、それと同時に強豪レベルのやつつけてないんだよな。早川とか隅田なら規定くらい入ってたろ。高卒投手はともかく大卒投手のくじ運のなさは異常。ミーハー路線やめて一本釣り狙った方が良さそう。吉村想像よりヤバかった。あのフォームでノーコンとかどうすんの。まあ吉村は経験ということで別に結果はここでは求めてないし、チームで頑張るのが最優先。来年ローテでフルで出てもらわんと困る。奥村引退みたいだね。奥村か。大体選手で取った時はかなり期待してたんだけどな。結果的にはドラ6レベルぐらいの成績しか残してないんじゃね。長竹の方が成績いいし、取った時には打撃も魅力とか書かれてたけど、一つも打撃で見せることなかった選手の一人。奥村楽天後期かよ。本当になんか楽天と条約でも結んでんのかよこれ。もともと山形だからな。奥村良かったんじゃないか。島を返却したら奥君と雄平と慶三さんが返却されるシステムなんだろ。返却されても困るな。奥村はまだ20代だし若手と一緒に汗かいて動ける二軍コーチにぴったりじゃないの。奥村頑張れよ。やっぱり性格が良ければ仕事には困らないんだな。ほぼ関わりがない。プロ通算で200試合ぐらいしか出てない。28歳が急にコーチとしてくるのはさすがに。楽天ファンもハテナマーク浮かべてもしょうがない。奥村リーマンの営業やってたらめちゃくちゃ失礼しそう。奥村は本社の営業でもいけたろ。営業やらせるにはこれ以上ない人材。安倍監督困ったらど真ん中に投げろ。安倍チルドレンの積極性と大胆さが光った。侍ジャパンとの練習試合で監督初勝利を飾った安倍監督は若手の奮闘に納得の表情を浮かべた。困ったらど真ん中に投げろと言っていた。技術的に全部アウトローに放れと言っても無理だし、ああいう投げっぷりは大事と改めて思った。今日はとてもいい一日だったと思う。指揮官が目を細めたのは投手陣の奮闘だ。安倍監督優秀やな。来年2位になれるぞ。代表に勝ってしまうのは縁起が悪いぞ。4年とか今年見たく飛ばないボールのままなら実際それが正解よな。普通のボールに戻ったら四球覚悟で際どいとこ行ってもいいけど、四球ばっか出すよりかはいいか。球威あるならそれでいいよな。コントロールを武器にしないとダメなタイプがそれやったら桜井になるけど、これた球団にヒントになるやん。マキエやな。狙ってど真ん中投げれるコントロールあるならアウトローも投げれるしな。中途半端な球威でアウトローにも入らんのなら強めに真ん中付近狙ってばらけた方がいいわ。でも真ん中に投げて打たれたら失投ですね。技術不足とか言いそう。精神的にそれが一番楽になるやろ。キャッチャー出身監督は投手のケアうまいわ。バッティングなんて7割は失敗するんだから、ど真ん中投げても成功する確率のが高いやろ。迷ったらガチャすればええね。今の打低環境じゃ飛球は重いわな。巨人ファン集合。なぜかお声って阿部のお気に入りだよな。お声は20キロぐらい絞らなきゃダメだろ。お声腰痛で今日恥を忍んで田口取りに行くのも悪くないと思う。本気で優勝狙うならオスナ一択。外国人枠の問題はあるが今年$500万、7億5000万は無理かな。しかし思ったより FA 戦な。このゴミを読んで寸前に FA するやついるんかな。浅野岡田萩尾佐々木8番センターは若手枠。この4人を開幕スタメンとして計算に入れてる時点で終わってる。出てくればラッキー程度。守備だけで言えば別にそのメンツで特に違和感ない萩尾は守備面で無理だろうけど、かといって丸梶谷はセンター限界だし、ブリンソン残すか新外国人か若手抜擢しかないでしょ。順当に行けば普通にセンターは丸だよ。他にいない。岡本は坂本の後ろだと打てないよ。というか坂本がクリーンアップ打ってる時は弱い時。3番は四球選べる丸みたいのが理想。その丸の四球が激減してるのよな。早打ち指示の最大の犠牲者かもしれん。ここが復活してくれたらかなり大きい。萩尾久しぶりに見たけど痩せたな。結果らしたがりがりじゃん。松井はダメだ。たまたま例に抑えてるだけで内容がひどすぎる。まっすぐの時と緩い変化球の時の腕の振りが緩みすぎ、あれだけ差があればバレる。堀田も小さくまとまっちまったな。桜井コースじゃん。増田陸は結果凡退してても粘れるのは良い。岡田湯浅のなすすべもない三振は良くないな。ルシアーノ使えそうだろ。はじめブルージェイズ史上最速メジャーデビューはだけじゃない。早速高橋玲が魔改造。過去のコーチということでもあり、期待できるかもな。高橋玲のキャッチボール見たけどあれ投げて打たれんの？パリーグコア、投手陣は現有でよくに若手の台頭が望め、ドラフトトレードで層が厚くなりつつある。来季はプラス鉄壁の内野陣で間違いなく防御率は阪神と遜色ないだろう。西武隅田はルーキーの去年は1勝10敗でクソ扱いされてたけど、今は別人みたいなピッチングしてるな。宇都宮コーチのおかげかな。まだ丸を超える選手は出てきてないけど、今年の成績で楽観視する丸じゃないだろう。今年と違ってレギュラー確約はもらえてないし、仮に田口戻ってきたら、また先発やりたいとか言い出しそう。むしろ田口出るんなら取らない理由がないだろ。最大の弱点の中継ぎなんだから、むしろ田口いらねえいらねえ言ってるのこそただの好き嫌いでしか判断できない子やん。取れるなら中田が出ていくなら山川取ってもいいけどね。うちのは役者が揃ってるけど一人怪我人出たら途端に打てないのがスタメンに出てくるし、まあ FA は誰も取らないでしょ。弱点に合いそうなのは田口と西川だけど、田口は自己顕示欲強いから匂わせてるだけで残留だろうし、西川は最初からオリックスで決まってるし、ついでに中田も残留だろうな。中田どうするんだろうな。泥水を擦る覚悟でとか言い出すのかな。ちょっと休憩。大谷翔平が絶対に言わなさそうなこと。また敬遠かよ。じゃあケツはなかって勝つのは無理なんで憧れまくりましょう。何もしないなら帰れ。練習きついんごねえ。俺が9人いればそれがドリームチームだ。チーズ牛丼並盛りください。
中田は終わってる。中日に移籍して優勝させたい。みっともないチームですよ。はっきり言って。最近ナローに投稿してるにゃ辛いです。エンゼルスが好きだから、一平コロッケ取って、もうお金がないのだ。180センチ未満は人権がない。野菜抜き油増しまし。頭で飲もうぜ。別にいいじゃんそういうの。つくづく俺って持ってるなって思いました。2軒目ソープ行きましょう。ドカ食い気絶部入りました。寝る前のナンジーサイコーンを。俺がチームに欲しかったら金詰めよかね。野球あったわ。なぜ笑うんだい。エンゼルスは素晴らしいチームだよ。引き手はやめろブルガリア。一生エンゼルスです。こんな負け試合切り上げて飲みに行っては、エンゼルスで勝つたび中日ドラゴンズで頑張ってみたいという気持ちが湧いてくる。ライダブチ、ポテトエル、コカ・コーラエルで、誠司さんありがとうございます。富士、女何人か集めてくれない？バウアー、国内なら三流有力か。萩原チーム統括本部長はもともと、彼はメジャーに戻るためにうちに来てくれたと思っているので、そこのチャンスがどれだけあるか。今、リサーチされてると思いますので、それ次第だと思いますと話した。バウアー残留に向け、オンリーワンの条件提示の準備を進める。獲得時には、個人ファンクラブの設立やアパレルブランドとの提携などを提示したが、萩原チーム統括本部長はいくつかぶつけているものはあって、それは面白いねと言ってくれてるものはあります。実現すれば面白いと思いますし、クリエイティブものだと思います。詳細はお話できませんが、我々にしか提案できないものですと話した。MLB か DNA の2択ってことは実質 DNA だろ。MLB は去年のドジャースが給料負担してくれるボーナス時で獲得しなかったのに、今さら普通に獲得するなんてあるんか。メジャーのが条件を下回ることはないよって日本はない。オスナの時もこんな感じの記事が出てソフトバンクに行った。独自の条件提示で EU に勤めてるそうだが、その独自の条件とは何だろ。 YouTube 取り放題、バウアー式ローテの確約と YouTube サポートじゃね。アメリカは空前のバブルなのに円安の日本でプレイするわけがないだろ。日本残るとしても DNA 残留はないやろ。どう考えてもホークスか MLB の2択しかない。例はシーズン途中でも行きたい時にメジャーに行けるとかかな。マディファンにとっては最高の2択になったな。ぬか喜びさせやがる。石田と戸柱も結局残りそうやし、レイエスとかいうのも取れるんじゃね。バウアー残ったら横浜ベンチ裏つつ抜けになりそうやな。国内ならまあそうやろ。結局 MLB がどう出るか次第。基礎だけど疑念はありますみたいな段階を通り越して、明確に冤罪の証拠メッセージが公になったってのは大きい。メジャーほぼ確、もしも保険は横浜にするわってことか。日本のファン的にも良い結果やん。ソフトバンクとか行かれたらワイは切れてた。メジャーに戻る前提やから、国内で無駄に環境変えたくないんやろな。今永売るんだからボス資金で戦力補強はちゃんとしてもらわんとな。バウアー残留も失敗するなら高い金払って相当いい外人連れてこないとだぞ。戦力にはなるんだからあだこうだ言ってないで、山川も取り行けよ。阪神はいいよな。好投手揃ってるけどメジャーって感じではないからな。ああいう投手陣形成できるといいんだが、優秀だけどメジャーレベルではない選手ばかり集まってるから優秀の心配なくていいよな。ああいうチーム作りが正解なのかもしれない。今永バウアー残ると本気で思ってた人なんて少ないと思うけどな。思ってないから投手ドラフトすると確信してただろ。先発3本柱のうちに前いなくなる可能性が高くなったし、これで山崎幸の争奪戦は負けられなくなったな。今永がもし4年5000万ドルとかで契約したら 15% の750万ドル11億2500万が譲渡金で入るし、ちゃんと補強に使えよ。今年見て投手以上に足やばいと思わないの不思議。ファンはまだしもフロントがバウアーも信じすぎでしょ。石田はともかく戸柱複数年とかしたらどうすんだろうな。伊藤光複数年したから戸柱も複数年はアホだと思うが、石田は来年表ローテになるくらいライバルいないし出ていく理由がなくなったな。戸柄も4年契約が見たい。てか石田残留なら山崎先いらねえな。若手枠作った方がマシ。それはないわ。松尾氏恩の出場使い減るだろうっていうことだけが本当に言う。言うて本当の意味で一軍で使えるのは最速でも来年後半くらいからだろ。山本が故障したりする可能性も考えると、戸柱でごまかす期間はまだ必要ではある。ガデルマンの男に残留あるで。ガデルはいらんからピープルズかもん。バウアー出ていくからガデルマン残留は普通にありそう。恐ろしいこと言わないでくれよ。最後には中日相手に延長したいって2億の大臣だぞ。石田が残留したら素直に朗報だな。これに文句言ってるやつは多分出ていかれたら出ていかれたで球団を煽るような連中だろう。今季の山本伊藤光戸柱だけで、他にはマシコがアリバイ作りに1試合出てるだけだぞ。これに名が出ていってくれたおかげで山本が物になったけど、残してたらベテラントリオだったな。出ていくと不安がある奴がいるけど、なんとかなるし若手が出てきてうまくいくことも多いんだよ。また戦力作り直し期間に入るのはさすがに厳しい。佐野がすでに怪しいし、宮崎の衰えとかも始まったら野手もヤバいことになって見てられんぞ。ネガネガして何が楽しいのかね。戸柱3年ならいいけど、もしくは伊藤光が3年だったらよかったのだが、この2人がともに複数年契約だときつすぎるんだわ。去年東1勝でバウアーいなくて2位なんだから、来年再開の可能性もあるが、 A クラス争いする可能性もある。野手が二の次でいいというわけではないが、投手があまりにも足りてない。野手はドラフト3位以下で当てるしかなかった。小園の成長が遅すぎるのも結構痛い。渡来が佐野の代わりに収まれば外野守備がだいぶまともになる。ゲンドラはピッチャー取るんやろうな。今年は戦力外投手のレベルが高くて、それよりいい物件が出そうな現役ドラフトは多少期待できる。石田って指標見たらそんな悪くないシーズンの方が多いけど、吐き出し癖がね。ホークスで石田未明のバッテリーで爆発大炎上するのはちょっと見てみたい。柴田残留してもどこで使うんだ。サードの守備ももういろいろ怪しいぞ。調査は並行できるけど交渉は並行できないやんけ。仮にバウアーが1月まで引っ張ったら、つばつけてた連中がいてもどんどんよそに決まっていく。石上守備を主張権快速求めてたショートゾーンに授業。山と楠本は期待の若手のまま年だけ釣ってるような。楠本なんてもう30近
いし、殻を破れないっていうか、もともと去年ぐらいが限界の選手なんだろうな。そいつらをぶち抜けない若手もだらしない。京山はよそに行ったらリメンバー細川、コーチ陣変わったんだから、あと1年残しとけ。広島市民のスポーツ観戦9割近くはカープに集中。広島市がまとめた意識調査によると、年1回以上試合大会を直接観戦した市民の割合は4割だった。うち9割近くがプロ野球の広島東洋カープの試合に集中。市は多くのスポーツに親しむことが地域の活性化につながるとして、30年度までに感染者数を5割以上にする目標を掲げている。1年間で観戦した試合大会複数回答はカープが 35.9% で最多。市内での国際全国大会 5.7%、 サッカー J1 サンフレッチェ広島 5.5%、 バスケットボール B1 広島ドラゴンフライズ 2.2% と続いた。感染していないは 56.7% だった。逆になんでサッカーは人少ないんだろ。代表の視聴率悪くないのにな。 J リーグがダゾーンで月額3700円だからやろ。それは JFA にも責任がある。若いうちから猫も借地も海外行け、海外行けと推奨ってみんなで手言って、国内には名の知れた選手が全く残らない。そら一般人は相手にしないよ。サッカーは金払わないと見れないからな。近所のスーパーは一日中カープの応援歌流れてるよ。気がついたら口ずさんでる。カープが圧倒的なのは当然として、サンフレ 5.5 でバスケの 2.2 と大差ないじゃん。その割に広島市はカープに冷淡な気がするが、カープに冷たい企業とか自治体って広島でやっていけるのか。まあ広島駅降りたら駅がカープ教団に乗っ取られてるからな。サンフレッチェも申し訳ない程度に少しはあるけど、広島で生まれ育ったのに阪神ファンの自分は語りが狭いよ。サンフレッチェ広島は社長変えたらいいよ。松田スタジアムの建設前とか広島市は冷たかったな。カープがヤード跡地で松田スタジアムの時を嫌がって市民球場の改修を希望したが、当時の秋葉市長はヤード跡地なら90億で建てれる、お宅らが払うなら市民球場でもいいがみたいな扱い。本当に出ていけくらいの勢いだったよね。野球観戦ってビール飲みに行くみたいなところもあるから、サッカー好きで見に行ってたが今は断然か。会場の場所にもよるよ。新しいサッカー場になったら入りそう。カープ女子ってどうなった？カープ観戦はスポーツ観戦とはちょっと違う。なんか楽しそうだもんな。自分も広島に住んでたら行ってみたい。カープファン集合。まあもし西川出るのなら野手助っ人2人取るとかやってほしい。ここから西川抜けでもしたら打線終わる。多く取っても特番の野手助っ人の参上になるかもだが、取れる手は取ってほしい。仮に西川抜けるならこのくらいはやってほしいな。西川は残留に決まってると思ってる。感覚的なもんだけど、幕抜けるんだから西川消えた場合、2人取ってもプラマイゼロ以下なんだよな。3人は無理なんだろうけど、期限が切れるまで沈黙貫いてそのまま残るとかやりそうではある。山川って一番の大物が動かないから周りも動けないとかありそう。外国人獲得はしてほしいのはそれとして、日本人野手の地盤沈下が深刻やね。紅白戦のハイライト見たけど、バスケ器用に流し打ちしてんな。紅白戦やとインコースにはなかなか投げれんから、投手側としては難しいとこもあるわね。バスケスはもっと豪快な当たりが見たいな。矢野に打たれる代表投手、これも矢野代表だろ。さすが矢野、1軍で試合出てるだけあるわ。レギュラーの坂倉、2番手保守の石原、ベテラン枠の間は磯村は磯と石の競争よ。磯はいてくれると安心する枠や。2021石原カムバックしろ。保守は安泰カープ。問題はずっとサード、林は佐野目指すしかないやろ。サード無理。在機なんとか結果出してくれないと来年ゲンドラ行きでもおかしくないぞ。林、増田のフォームいじったの失敗だったろこれ。増田って好調激しすぎないか。ランナー出すとあかんくなるんちゃう。田村、ほんま田村はこじれるな。骨折の影響がなさそうでほんま良かった。これもう一郎だろ。これもう一軍の選手やろ。矢野も打撃良かったな。今年の野間くらい打ってくれたら最高なんやが、三遊間に強い打球打ててたからもっと確率が上がれば最高やな。外野の若手はいい選手が多いな。末金が今年くらいやれるなら固定してほしいけど、田村と高弘の成長もすごい。小園は声優撃確定かな。増田めっちゃ期待してたのにフォーム改造失敗してんのもったいねえ。失敗と決めつけるのはちょっと早計なのでは。まだ始めたばかりなのに万波にぶつけたのは思いっきり引っ掛けたからだろうし、こなれてから判断すべきやな。多分今までのフォームも出所見やすいとかそういうのがあった可能性はあるし、久保のスライディングキャッチ良かったな。大森もうかうかしてられへん。斉藤の1イニング目が圧巻だった。スポナギには球速出てないけど150キロ前後のストレートゴリ押しで3本。斉藤順調やな。特に森下、松子とのストレートだけで抑えられたのはかなり期待できる。1軍で2桁ホームラン打った林さんはどこに行ってしまったんや。小園 CS からずっと好調やん。来年確定フラグ立ってるよなこれ。3割10本 OPS8 いけるやろ。ショートの石井の守備。こいつが嫌で使ってたチーム、ノイジーって実は当たり外国人、言うほどうまいか？普通の守備に見えるんやが、この動きだけでショートうまい認定は無理あるやろ。ファインプレーではあるけど、これ見てうまいって感想は出てこんわな。前に出る動きが機敏なわけでも、取って投げるまでが早いわけでもないし、今もっと太ってるから無理やわ。オークランドならまあええかなって思うけど、阪神のショートでは使えぬ動き、もっさり。阪神ファン集合。いった、さあ、森下、森下エッツ、さあ、レギュラー当確弾、日本一の3番バッター、さあ、来年はかなり打ちそうやな。えげつないスイング、シーズンに取っといて、出るも奮起するやろ。これでしてたら日本シリーズもっと打ってるわ。ヒーロー体質やな、さすが広島キラー。やっぱり森下タオル買うかな。森下、おい砂糖コーヒー買ってこいよ。出るはもうオフモードだからきついやろ。ジャパンでも3番4番の介護せなあかんのか森下は。小園もええな、小園はガチだな。森下と2人でガンバ、小園万波森下、最初はそんなに豊作か。
って言われたけど悪くない世代やん。森下は阪神時代の福留みたいに頭A打者になってくれ。L が良い打者なのは認めるけど極端すぎるよな。どんなに状態悪くてもヒット1本とか四球2つとか選べるような選手になったら最高なのに。今日の佐藤は投手エラーで出塁できたのにタイマン走塁でアウトになったのが一番アカンは大山見せてなんであんなことできるんやろ。糸原に大山がそんなことしてるかって言われるやつやん。別にそんなイライラせんでもやな。選んだのは岩田なんやから佐藤は怪我だけは専用にのんびりやってくれればええよ。秋キャンプに参加してないメンバーはそのままオフシーズンなん。鳴尾浜で指導してるみたいよ。岡田監督による小野寺断線種熱血指導。現役ドラフトで小野寺がないのははっきりしたな。小野寺はレギュラーはなれんでも安泰なとこにはいるやろ。外野3つと一塁を平均レベルに守れてそこそこ打てるから現場では重宝されるタイプや。小野寺1時間以上も指導してたんか。動画見てたけど岡田は小野寺に付きっきりやな。来年見据えてるわ。まあ一番鍛えたい2人が侍に行っちゃったのもあるやろうけど、岡田はホームランはともかく引っ張って強い打球を打つ方がええんやろな。小畑もそうあんまり逆方向とか言わんし。小野寺ようやく D ポイントアカウント発行されたか。キャンプでしか発行されへんからな。まだ仮登録やな。本登録の URL を踏まないと。小野寺めちゃ指導されててわろた D ポイント貯めすぎたか。小野寺の D ポイントは借金ちゃうか。日本シリーズベンチ入りボーナスや。ところで D ポイントって何や。そらどんでんポイントよ。おん井上前川は期待されてたのに出遅れちまったな。前川が出遅れたせ。ドラ4の高卒2年目にしてはこれ以上ないぐらい期待できる内容やったやろ今季。高卒2年目なんて1軍でヒット打つだけでもすごいのにな。プロ2年目で1軍のクリーンアップ打ったからな。それも暗黒期のチームじゃなくて日本一のチームで。小野寺前川井上は誰かしら付きっきりだな。今年からみんなストレート打てるようになった気がするわ。どんでんの影響なんかな。というか去年が明らかにみんなポイント後ろにしすぎやったからな。まあその経験があったからこそ今年はカウントによっては引きつけて粘って支柱もぎ取るみたいなこともうまくやれたとは思うけど、岡田が直々にこんな指導するの佐藤とかぐらいしか聞いたことないな。今日はサブグランドでナベロの守備も直接独占指導してたよ。来年のオールスター監督は岡田新井三浦か。めっちゃおもろいメンツやから楽しみやわ。新井三浦とか完全に岡田の射程やな。岡田は他球団の選手酷使したりとかはしなさそうなんだよな。他球団の選手にぶつけたりするのも嫌うし、根っこが野球好きな真っ当な阪神ファンだから。岡田の楽しみは新助っ人だけやな。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。